こんばんは。ウィークリー千葉県小杉真希です。高井真由香です。この番組では毎週千葉県のさまざまな話題をお届けしています。番組のおしまいには素敵なプレゼントのお知らせもありますので、お楽しみに。まずは今週の千葉県の主な出来事をお伝えします。1日月曜日、令和6年度の千葉県新規採用職員の辞令交付式が行われました。今年度は438名の採用があり、その職員一人一人に黒野義行副知事から辞令が手渡されました。その後、熊谷知事の挨拶を黒野副知事が代読し、新規採用職員に対し激励の言葉を述べました。以上、千葉県の主な出来事をお伝えしました。続いて特集、今週は令和6年度の千葉県予算です。新年度のスタートにあたり、当初予算の概要やポイント、重要施策などを紹介します。まず、当初予算の規模は2兆1077億円で、前年度と比べると894億円 4.1% の減額となっています。それでは令和6年度当初予算について、熊谷知事からのコメントをご覧ください。千葉県知事の熊谷俊人です。令和6年度は総合計画における実施計画の最終年度であることから、基本目標の実現に向け、これまでの取り組みをさらに充実させ、将来の千葉県の発展につなげていくための予算といたしました。例えば、中小企業に寄り添った各種支援策の拡充など、経済活性化、また学力向上や多忙な先生に対するサポート、保育の質の充実など、教育・子育て施策の推進、今年1月から施行された千葉県多様性尊重条例に基づき、多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の実現に向けた各種施策の実施などを盛り込んでいます。今日は令和6年度予算における主な取り組みを紹介をいたします。熊谷知事のお話にもあった通り、今年度は千葉県総合計画における実施計画の最終年度ということで、さらなる千葉県発展のための予算が計上されています。今年度はご覧の7つの分野に重点を置き、当初予算を編成しました。それでは一つずつ見ていきましょう。一つ目は、危機管理体制の構築と安全の確保。防災・減災対策として、県の防災啓発サイト自分防災のリニューアルによる情報発信の強化、地震防災戦略の改定に向けた地震被害想定調査などを行います。激甚化する災害から県民の生命・財産を守るため、河川の浸水対策や海岸保全施設の整備を進めるほか、一宮川水系流域などで田んぼダムの導入支援を行います。電話で詐欺の被害防止に向けて、高度なスマートフォンデータ解析ツールを導入して犯罪捜査能力の向上を図ります。また、飲酒運転の根絶に向けた広報啓発の強化、自転車乗車時のヘルメット着用の促進にも取り組みます。2つ目は、千葉経済圏の確立と社会資本の整備。景気回復を確かなものとし、さらに経済の好循環を促すため、中小企業に対し生産性向上を図るための設備投資を支援するとともに、デジタル技術を活用した課題解決などのさまざまな取り組みについて伴走型支援を行います。雇用対策を進めるとともに、中小企業の人材育成や人材確保などを後押しすることで、さらなる成長を促します。県経済を牽引していくことが期待される地域について、誘致・創出すべき産業分野を調査するとともに、京葉臨海コンビナートにおいて脱炭素化などを促進していくための調査を行います。また、
県内に立地する企業への助成について補助要件を見直し、工場の新規立地を一層促進します。経営規模の拡大を目指す農業者をプッシュ型で支援するとともに、スマート技術を活用した取り組みを支援します。また梨やさつまいもなど千葉県の顔となる品目を核とした集中プロモーションを行うなど、県産農林水産物の魅力を一層発信します。北千葉道路のほか、銚子連絡道路や長生グリーンラインなどのアクセス道路、地域に密着した道路の整備を推進するとともに、橋梁の老朽化、耐震化対策や通学路の安全対策を強化します。また千葉港、奈良井港などの港湾整備を進めます。3つ目は、未来を支える医療・福祉の充実です。地域における在宅医療と介護の連携を強化するほか、新たな感染症の発生に対応する体制を整備します。また動物愛護センターにおける収容動物の譲渡促進、殺処分削減を進めます。介護事業者からの業務改善にかかる相談窓口を設置するとともに、介護ロボットや ICT 導入を支援します。また重度の強度行動障害のある方の一時的な受け入れを行う施設の確保に取り組むほか、医療的ケア児の特別支援学校への通学支援体制を構築します。ここまで令和6年度の予算のうち3項目についてご覧いただきました。続きまして、残りの項目をご覧ください。4つ目は、子どもの可能性を広げる千葉の確立です。自然体験活動を通して子どもの主体性や創造性を育む自然環境保育をはじめ、保育の質の充実に向けた取り組みを進めるほか、子ども食堂の地域ネットワークの構築を支援します。また児童虐待防止対策を進めるため、引き続き児童相談所の職員の増員やスキルアップ、業務改善などに総合的に取り組みます。深刻な教員不足の解消を図るため、教員採用者への奨学金返還支援を緊急的に実施します。また県独自の専科教員やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置を拡充するほか、スクールサポートスタッフを全公立小中学校に配置するとともに、学校のマネジメント業務の負担軽減を図る支援員を新たに配置します。学校における実践的なキャリア教育を推進するとともに、不登校児童生徒の多様な学びの場の充実を図るため、オンラインによる双方向型の授業を行います。5つ目は、誰もがその人らしく生きる分かり合える社会の実現です。多様性が尊重され、誰もが活躍できる社会の実現に向けて、多様性尊重の意義を広く県全体で共有するとともに、県行政のあらゆる分野における施策を推進します。フードバンクの活動を推進するため、団体間のネットワーク構築を支援します。また中核地域生活支援センターに ICT ツールを導入するなど、福祉に関する相談対応を充実します。6つ目は、独自の自然文化を生かした魅力ある千葉の創造。2地域居住を含めた移住・定住を促すための情報発信や、地域企業と副業を希望する方とのマッチングに取り組みます。また千葉県誕生150周年記念事業のフィナーレイベントを九十九里浜と勝浦市で実施するなど、県の宝である海の魅力を県内外に発信します。カーボンニュートラルの実現に向けて、
家庭及び事業者に対する脱炭素化の取り組みへの支援を拡充します。また長江鶴のゲートウなどの外来水生植物について駆除などの対策を強化するほか、衛星画像を活用して残土などの不適正な埋め立ての速やかな是正に取り組みます。千葉県誕生150周年を記念した事業を引き続き実施するほか、本県ならではの多様で豊かな自然環境や都市機能を取り入れた千葉文化を活用した事業の支援、千葉アクアラインマラソン2024の開催など文化芸術やスポーツ振興を進めます。7つ目は暮らしを豊かにするデジタル技術の効果的な活用です。すべての県立の中学校と高校の入試においてオンライン手続きを可能にします。また県立図書館の利便性向上のため電子書籍を導入します。その他オンラインによる手続きや各種相談窓口などの情報を集約したポータルサイトを開設します。以上、令和6年度の千葉県予算の主な事業についてご紹介しました。それでは最後に熊谷知事から県民の皆さんへのメッセージです。どうぞご覧ください。これまでの取り組みで具体的な施策として芽が出てきているものを目に見える形で伸ばして、そして幹にしていくことが重要です。令和6年度の予算は私のこの任期中で最後の本格的な予算編成となります。将来は明るい希望を持ってもらえる、そうした県づくりに向けて県民の皆様と約束したことや千葉県の将来にとって必要な分野に予算を配分をいたしました。県民の皆様や県議会のご理解、職員の奮闘に感謝をしています。県民の皆様から預かった税金を賢く正しく使うことを考えて予算を編成しております。県民の皆様方が短期的に直面する課題への解決に加えて10年後20年後の千葉県のために今やらなければならない分野に予算が充てることができました。県ホームページや県民だよりなどでその内容を発信してまいります。県民の皆様、事業者の皆様にはぜひ関心をお寄せいただき、県政に対して引き続きご理解とご協力をお願いをいたします。これまで進めてきた県政の取り組みをさらに充実させ、明るい未来を築いていこうという思いが強く感じられました。そうですね、今を生きる私たちとこれからを生きる子どもたちに向けた今やらなければならない分野へのしっかりとした予算だと思いました。これからのより良い千葉県のための取り組みに期待しましょう。以上、特集でした。それではプレゼントです。今週は千葉県のマスコットキャラクターチーバくんのぬいぐるみを3名の方にプレゼントします。ご覧の必要事項と番組の感想を必ずお書き添えの上ご応募ください。たくさんのご応募お待ちしています。さて、そろそろお別れの時間となりました。ウィークリー千葉県、来週の特集は創造、千葉を思い未来を作る、県職員として働く魅力と題してお送りします。それでは今週はこのあたりで失礼いたします。